脚本原理主義者とかね、はい、全身脚本家とか、はい、いろいろ言われて、脚本さえ良ければ映画はいいんだと、うん、いい映画になると、うん、つまんない脚本からいい映画できないけど、いい映画からたまにね、いい脚本からいい映画できないケースもあると、それはバカな監督とバカな役者がいるからだとか、ね、うん、そういうことばっかり言ってたんだけども、でもシナリオで映画を見る人は普通いないので、ね、映らないしね、シナリオなんて、ね、で監督で映画見るって人はちょっとマニアックな人かな、で普通の人はやっぱ役者で見るんだよね、はい、なんかそういうことをね、今回もみんながあのタスクがいいとか滝口がいいとかって言うんでね、言いつけながら、うん、まあ役者で見てくださいと、映画は役者ですみたいな感じでやっとなってますけど、あの震災の2年まだ経ってないぐらいに出たんですけどね、まあだから自然災害なんかもっと大きなねものが来るという、そういう時になんか、そういうのが来るよっていう小説で、おおよく書くなみたいな、それは面白かった。震災に絡めたことを考えてたんで、秋田東北だけど、あの日本海側なんで、あの津波が来なかったし、震災の被害、まあ、ないっていうとなんかね、あったっていう秋田の人多いけども、基本的には傷ついてない、太平洋側の県に比べればね、逃避なのかな、うん、はい、もっとポジティブなことです。いやだから、映画の中でも言ってるけど、このあの、被災者に同情とかね、そういうあの被災者なんてつもりはできるけど なれないっていう当事者にはね、それをどうするのかっていう考えたいというのがあるけれど、現場で自分の言いやすいように自分の言葉に、あの慣れてる言葉にしてもいいよって言われる、なんとかなんだよとか、なんとかだよとかに変えてもいいんだよって言われるんですけど、でもそれだとこうその人が書いた世界観ではなくなるなっていうふうに私は思っていて、だって自分じゃない人生をこう生きてみたいから、あのその脚本と向き合うわけであって、それを自分なりにするっていうことはその人に寄り添ってないっていうことなんで、それは私はなんかじゃあ別に他人と作品作りはしなくていいんじゃないかなって思うので、なんかその一文字一句っていう、まあ覚えるのめちゃくちゃ大変なんですよ、新井さんのセリフはすごい長いんで、もう大変なんですけど、でもなんか、うん、それに挑戦してみたかったっていうのもあったんで、そうですね。ほとんどお二人である意味では掛け合いのそのセリフが延々と続くっていう感じですけども、その辺やっぱり難しかったですかね。そう、最初初日はこう息を合わせていくのがすごく難しいです、相手がどういう芝居してくるのかも分かんないですし、自分のこう作品入る前にイマジネーションしていって、なんかこういう感じなのかな、こういう感じなのかなって想像していったものが目の前では違うことが起こったりするので、それに反射していかなきゃいけないので、初日とかはやっぱあの自分も緊張するしあれなんですけど、まあ、慣れてくるとだいたいこういう感じかなって跳ね返ってくるものがあってくるんで、あと2人しかいなかったので、それはすごくね、楽というか、いろんな人と関わらなきゃいけないと、いろんな人のエネルギーをこうすごく吸い取らなきゃいけないし返さなきゃいけないんで、はい、なんかずっと同じ人と芝居するっていうのは私はなんか、うん、楽しかったですし、あの密になったんじゃないかなっていうふうに思います。現場に行った時にみんなで共通に認識というか共通するものが台本なんですよね、やっぱり。なんでそこからみんないろんなイマジネーションしてったりとかしてものづくりが始まるんで、やっぱり本読んだ時にとか映画見た時にとか、あとこの役をどう自分だったら作り上げていくか、この役が一番大事にしてることは何なのかとか、そういうことを考えるっていうことがすごく私の中では大事で、なので一本でも多くこうシナリオを読んでみる、
のと、あと私すっごい本が嫌いで、小さい頃から本を読む、絵本も嫌いで、本読むのがすごい嫌いだったんですね。でも本読まないとこう現場に行って苦労するのは自分だなと思って、でだからあの1ページでも多く読む練習のために本を読むというか、月刊シナリオっていうあの雑誌本が、ね、あるんですけど、それを買って読む練習から始めたっていう。みんながこうその共通言語になるんですよね。なんかあの映画のああいう感じって言われると、それの例えあんまり私は好きじゃないんですけど、でもあパッて浮かぶとすごく早いですよね。あのなんていうんですか、返しが、自分の芝居の返しだったり、あ、わかりましたってなるんで、だからなんかあのクラシック映画は見るようにしようと思って、最近特集もよくやるし、はいはい、見に行くようにはしてます。まあ、カメラマンはずっと一緒だけどね。でも難しいじゃないですか。あの違う人とやってみたいなと思ってもなかなかね、難しいよね、うんうん、フィルムが好きで、そうですね、あの予算がないと自分のギャラいいからフィルムで撮らせてくれっていうバカな人なんですけどね。でそれもできなくて、今度デジタルでやろうって、で新夜行デジタルコーチ兼ああで日数があんまりないんで2カメでやろうかっていう、うん、だからまあその女の人だったっていうことも良かったような気もするな。あのそういうシーンが多いんで、映画女優目指したのはやっぱり母親が映画が好きで、で父さんがこう単身赴任であの海外にいたんですけど、母親と2人で過ごす時間が多くて、その大半が映画だったってことで、なんかこのそのスクリーンの中で見る女優さんがなんか舞台挨拶に、舞台挨拶があった映画を見に行った時に、挨拶してらっしゃる女優さんとこうスクリーンで映っている女優さんが全く違くて、それにすごい驚いて、なんかかっこいいなと思ったんですよね。で私もなんかスクリーンの中入ってみたいなって思ったのが一番最初のきっかけ、映画が好きだったからっていうことが一番なんですけど、うん、新井さんというか映画の現場はほとんど何も指示してくれないです、というか監督はこう演技を教えてくれる先生ではないので、現場で私止まっちゃってどう動いていいか分かんないと思った時に、あの滝内監督は演技を教える先生じゃないからって、君にお金を払ってるってことは君はもう演技のプロなんだよって言われて、あーやばいと思って、で君ができないってことはもうそれはお金を払う価値がないよねって、君は役者なんだからさって言われて、あ監督って演技の先生じゃないなって、確かにそうだなと思って、お金もらってんだから自分の役ぐらいイマジネーションしてきなさいって、それがてか現場に入るまでが君の仕事だよって、はい、現場に入ったらあとはもう身を任せてもやるしかないし、だからセリフを 100% 覚えてくるっていう人がこうそれが自分なりのやり方だって思う人もいれば、こういう動きしたいなとか、こうこう思うなって全部たくさんのイマジネーションしていって想像していって、その中でセレクトしていくっていう人もいらっしゃいますし、なんか、うん、そうですね。でも新井さんはあの何も言わないです。でもおかしいなと思ったらそれはちょっとなんか不自然じゃないかとかは言われましたけど、水口健二のエピソードが有名なことでみんなそれを真似してるんだよね。だから何度も何度もあの OK が出ないんで、田中健二郎が先生どうしたらいいんですかって言ったら、僕は役者じゃありません、僕は監督ですって、はい、で突っぱねたというね。で何度も何度もやらせるという、ああしろこうしろとは言わないんだね、自分で考えると。だからその、相馬井真嗣っていう監督がいて、彼はその棒を持ってる、丸三角×の何も言わない、それを出すだけだってね。八千万広がなんか芝居すると、まあ大体丸は出ないで三角、よくて三角、バツばっかりでやり直ししてたって。だから丸バツ三角、要するにあの演出家ってジャッジするだけですよ、何が良くて何が悪いか、でどう悪いどういいは言わないよね。
だからだんだんそういうことなんだなと思うと自分でもできそうだなというふうになるわけで、うん、やられてるじゃないですか。あの本当のオリジナリティっていうのはもうあんまりないと思う、うん、映画150年ぐらいで。だからそれを知らないんだよね。あの人の映画を見ない若い人多いけど、見れば見るほどあの新しいことはもうないやと、だいたい親子の話だったり兄弟の話だったり恋人同士の話だったり、それが喧嘩するのかくっつくのかってだけだからね。そこに難病入れてみたり、戦争入れてみたり事故入れてみたり、もう何もないって。2019年に自分が18歳だということはオリジナリティがあるわけだよね。それだけが勝ち目があるわけかな、それは巨匠たちに勝てる唯一のことは今生きてるっていうことで、その今をどう描くかって、その今村さんがやったことだと思うけど、どの構成かは別にしてみんなが脚本一度書かなきゃいけないっていうのは、これ圧倒的にすごいことだよね。だから映画いっぱい見ろよとかね、いっぱい本読めよって言っても、あの何を見たらいいんだ、うん、何を本屋さん行って買ったらいいんだっていうのは難しいよね。そういう引き出しをどれぐらい作るかっていうのが、自分があの実際に物を作る時になった時に助かるっていうか、だから学生の間いっぱい引き出し作んなきゃいけないというのは、あの映画に関しても人生についてもね、うん、経験ですよ、うん、何に出会うからな、だってただそのよしこれだっていうのに出会うにはいっぱい見ないと出会わないわけだ、100本見て1本みたいなもんじゃない。だから映画だからやっぱりその自分に才能あると思っても誰かがその才能評価してくれないとどうにもなんないわけで、それも出会いだよね。だから人間どういう人と出会うか、どういう映画と出会うかっていうのが一番大事だと思う。自分の好きなものを見ることが一番なんかいいような気がするします。私本とかも最初小説とかもう絶対読みたくなくて、エッセイとか、あの私小林さとみさんがすごい好きなんですけど、小林さとみさんが出してるエッセイとかを読んだりとかして、なんか自分の好きなものを極めていくことがすごく大事なような気がします。で、才能というよりもこう努力をし続けることが一番の才能だと思っていて、だからなんか自分の好きなものを極めていって、これが好きだっていうものを発信し続けることに、こう例えば監督になりたい人だったり、あのシナリオになりたい人だったり、役者だったり、みんなこれが好きなんだっていうことを強く言ってれば、それに賛同する人は集まって、人が集まってきて、人が集まんないと作品って作れないので、なんかそういう好きなものを極めていくことがすごく大事な気がする。そしてそれを人に否定されてもダメなものはないと私は思っています。はい、ということで、今日はこれぐらいにしたいと思います。新井監督、竹内久美さん、拍手、もう一度拍手をお願いいたします。